これはレマニアの運用時計ですね。クロノグラフと呼んでいいのかどうかわかんないですけど、まあ、センターグラフっていうのかな。2時にプッシャーがあって、そしてこの3時のところのリューズ、この2つで機能します。で、これは、スウェーデン軍がレマニアに発注したモデルですね。もちろんステンレスケースで黒文字盤ですんで、多分空軍用じゃないかなと思いますけど。で、機能としてはですね、今これセンター針が動いてるんですけども、この2時のところを押すとですね、ゼロ復帰します。で、この3時のリューズが少し持ち上がるんですね。これまたこれを押すとセンター針が動きますんで、まあどっちかっつったらハック機能、ヘックっていう人もいますけど、まあハック機能がついている、まあ時間合わせですよね。何時何分にどこかの町を攻撃するときにみんなで時間を一回セットするわけですね。その機能がついているというふうに感じますけれども、でかなりこう大型のケースなんですけれども、このケースに入ったレマニア社ですね。の時計です。まあ当時スウェーデン軍がレマニア社に発注した軍用時計ですよね。で、これはまあ NATO のこのバンドつけてあるんですけど、実際どういうバンドがついてたかちょっとわかんないです。まあこれもオリジナルの NATO バンド、NATO バンドですけども、まあ、これがついてたのか、なんか普通のカーバンドがついてたのか。で、裏蓋ですけども、これ一応スクリューバック、一応っていうかスクリューバックになってるんですけど、なんかスクリューバックのこの爪のところが12角形ぐらいあるのかな、なんか特殊な感じですよね。で、この王冠のマークが3つ入ってますね。これはスウェーデン軍の特徴ですけれども、で一応まあ防塵っていうか防水っていうか、まあ防塵ですよね。防塵構造のケースに入ったこのスウェーデン軍の納品するため の刻印が入ってます。まあ、デザイン的にはとても今見ても武骨でシャープな使いやすそうな時計ですね。昔は結構こういう時計がいっぱいいっぱいっていうか、まあ目にすることはあったんですけれども、最近は軍用時計自体がすごく珍しいし高額になってきてるっていうのもあるので、あんまり目にすることがなくなりましたけれども、まあいずれは、まあ、大きなオークションハウスで軍用時計専門のオークションとかもあると思いますんで、まあ、この軍用時計はマニアっていうかコレクターの人たちにとっては、まあ、かなり垂涎の的になってくると思いますけども、まあ、この、まあ、レマニアの、センターグラフっていうのかな、これもまあそのコレクターの、まあ愛好家の人たちの中では十分、評価される時計だと思います。